有田哲平のプロレス話、お前有田だろ。お願いします。さあ、ということで今回よろしくお願いいたします。さあ、この番組ですね、視聴者の皆さんの質問をいろいろ受け付けまして答えていくという番組でございます。まあ、プロレスのね、こう、まあ、いろいろ解説をするとか、おすすめの試合を教えるとか、事件を解説するとかいうのもありますが、側面としては、まあ、福田さんがディレクターと喧嘩をするという、それをお届けするという番組もな。それが側面なんです。側面の側面なんです。そっちがなんかひょんなことから揉め出しましたけど、俺と前からディレクターが。いや、これがだからね、なんかよくこれ見てる人とかはね、福田さんがなんかディレクターとね、こうちょっかい出してる、あのなんかそういうやつやってますよねみたいなこと言いますけど、本当に福田さんはあの僕としゃべくり7の打ち上げで終わった後にね、泰造とケンと飲んでる時もブツブツ言ってますから、ディレクターの文句をね。文句というか、なんで有田さん、あのディレクターの前川さん、この YouTube にあんな興味ないですか。なんであれうまいこと言ってんすか、あれ。で、泰造とケンが、何 あの番組のディレクターって興味ないのって言い出して、それをちょっと解説してるんだよね。全然興味ないですよ、全然興味ないです、プロレス、あの人。ってことは何、有田と週刊プロレスを昔やってたじゃん、あの時のディレクターさんどこに行ったの。違うよ、それが前川さんなんだって。そんな長くやってんのにまだ興味ないのでしょ、おかしいでしょ。で、泰造が、俺ですらプロレス知らなかったのに、あれ見てたら興味持ち始めたのに、なんで目の前にいるのに興味持たないわけっていうやり取りは毎回やってますね。ここ最近の打ち上げでは毎回やってるね。ガチですから、だからこれはあの、冗談でやってるわけじゃなくて、ガチで思ってますからね。酒の飲んだ時に出てきますから。さあ、ということで本日の質問紹介したいと思います。はい、こちらでございます。プロレスに関する疑問ってありますかっていう、これざっくり、これまたこれはですね、実を言うと僕からの質問なんですよ。え、僕があの質問を自分に投げたわけじゃないですよ。これは福田さんへの質問なんですよ。福田さんへの質問で、プロレスに関する疑問ってありますかっていう質問を今回ちょっと1個やらせてくれってスタッフに言ったんですよ。ああ、はい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 。っていうのは、この間の生配信をやらせていただいたんですね。その時みんなで酒飲みながら語り合ったテーマの1個に、そのプロレスファンになって嫌だったことってありますかっていう質問をみんなで語り合ったんですよ。はい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 。要はほら、プロレスのファンですって言ってたら周りから嫌なこと言われたとか、なかなか理解してくれなかったとか、プロレスのファンだからこそこのプロレスを見に行って落ち込んだとか、まあ言ってみれば高田が低そうに負けたとか、そういうのもいろいろこうやってやってて、すげえ面白かったよ。いや、プロレスファン同士だからやっぱり分かるみたいな。やっぱりまずあんのは、なんていうか、そのやっぱりインチキだろとか、あんな八百長じゃんって言われるのと、ずっとやっぱ戦ってきたとこからスタートしてっていうのがあって、っていうふうにやってった時に、福田ってまだプロレスにどっぷり使ってるわけじゃないじゃない、休みがあれば週刊プロレス読んだり、会場に行ってるわけじゃないし、でやろうとするとね、前川さんに止められるからね。みんなあんま見ないでください。見ちゃったらほら、有田さんに教える意味ないじゃないですかみたいな、興味を持ち始めたら見るなって言われるっていう、まさかのまさかのです。終わって見てませんよね。見てませんよね。まあ分からないでもないけど、あまりにも詳しくなりすぎちゃうとっていうことなんでしょうけどね。スタンス的にね、やっぱりどうしても聞き役という立ち位置ですから。まあそんなんでってなった時に、そこまでそのプロレスにまだどっぷり入ってない福田から言わせてみれば、もう俺たちはもう40年、僕40年前からプロレス見てるので、もうすっかりこう風化してしまってるわけ。もうすっかりプロレスの住人になっちゃってるんですけど、外から見たらさ、なんかプロレスに対する疑問ってなんかあんのかなっていう、プロレスというものにね、あの事件の真相はとかじゃなくて、もっとシンプルになもんですか、なんかあんのみたいな疑問というか、これどういうルールなってんのっていうのがあるんですけど、その天竜さんのグーパンチあったじゃないですか。それええのって言うての、その、とか、狂気持って
5秒やったらセーフ、はいはい、とかじゃないですか、うんうんうん、天竜さんのグーパンチはセーフやけど前田が顔面蹴ったらあかんとか、うわ、その何て言うと痛いこと言うな、痛いこと言うわ本当。それキャラでセーフなんか、そルール、そこの、うん、そこのルールどうなってんすかっていうのはあるね。要は猪木さんの魔性のスリーパーもそうだそう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 、いやいやいや、あかんやん、止めるやつやんっていう。チョーク攻撃は一応禁止ですからね。そうですもんね。でパンチも禁止、はい、で指の攻撃も一応禁止なの。指、あ、指折るとか、うん、掴むとか、うん、北斗さんと神取さんもいきなり最初パンチで、はい、パンチから入りました。はい、でありなんていうその定義とはどうなって今更、まあ見てるとき普通に見てましたよ。ああ、全然ファインで話してたら別にセーフやったし、狂気は一応だからその5秒以内の反則は許されるという、それがプロレスの面白さなんだよっていうことで、うん、で、はい、まあ定義付けされてるはされてんのよ、はい、だけど、はい、パンチは5秒間もクソもないよね一発ですから、ね、0. 何秒で終わってしまう話だし、はいはい、でもそれで反則負けとかないわけでしょ。いやだからすごかったのはね、その、はい、まあ、例えば猪木さんは昔からこうやってナックルアローみたいなことをこうやってやってるけど、それも鉄拳制裁って言って、うん、だやめろって言われて、はい、そのグーはダメだダメだって言われるけど、こう何回か殴ってしまってる現実があるわけ殴られてました、ね、天竜さんのこうグーパンチもそうだけど、はい、もう殴ってしまってる現実があるからね、はい、やめろって言われて、あ、すいませんでしたって言うけど、もう殴っちゃってるわけそうですよねっていうことがある中で、昔木村健吾さんが、はい、木村健吾さんが一回一年発起して、はい、海外のベニーユキーデ、ベニーユキーデっていうキックの選手のジェット、はいはい、ジェットセンターだっけな、そこで、はい、ジムでボクシングをすげえ練習してきたのよ、はい、すごい、はい、で帰ってきて、はい、いきなり試合になった時に、はい、こうやってカーンってなってこうなったら、はい、パンチは禁止だって言われて、はい、えぇ、ー、ってなったことが留学何やったんやはぁーみたいなこうやってこうやってやったらさやって言われて、いつものプロレスの試合になってしまった無駄な1年無駄やったな木村健吾さんみたいな、こういう人によってはダメってダメって言われることもあるの。でも天竜さんはグーパンツっていう名前があるぐらいだし、そうでしょ、ナックルアローとか、はい、もあるし、はい、まあ神取さんと北斗さんはもうあれ喧嘩の中の一つとして許されるにしてもね、はい、でチョークスリーパーは5秒以内だったらいいって言うけど、5秒以内を首絞めてもいいよって言ってるわけでしょ、いや、うん、ちょっとあれもね、そうなんですよ。だから どう説明したらええんやろっていう、その例えば分からんけど、うん、まだ僕がプロレスを知ってる人として会場を例えば行きました、はい、全く知らん人と、え、なんであの人殴られて殴り返さへんのみたいな、例えばなった時に、いや、であかんの、ルールであかんねん、いや、殴ってんあっちの人、うん、なあいやいや、もうそうなるしかないよね。でも、うん、それはもう、ツープラトン攻撃もそういうことじゃない、うん、そう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 、タッグマッチだから、本当はそのタッチした選手、しかもタッチっていうのはロープ、タッチロープがあるわけよ、はい、一応、はい、コーナーそう、それ持ってタッチロープを持った状況でタッチをできるだしないと中に入れない、向こうなんですね、持ってないと本来は、そう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 、っていう一応ルールがありますからね、はい、だけどその中でなんかこう、はい、まあ隙を見て中に入って2人で攻撃することもできると、はい、なんだったら2人の技を結構ちゃんと練習してると、はい、これどういうことってことよね、そうルール違反ですからね、そもそもやったあかんことをなんで練習して本番でやって拍手喝采なんやっていうと意味が分かんないですもん、だからどういうことだから、まあでもそれは5秒以内だからと、あとはもっと言えばレフェリーが見てないうちはしょうがないんだよとか、あということでこうプロレスの幅を広げさせてるとしか言いようがないんだよね。あ、そうか、どっかもしかしたらそのタイミング、グーのタイミング、レフェリーが横を見てたかもしれないとか、だから気づいてなかったからお咎めなし、うん、だから、うん、じゃあ逆にサッカーじゃないけども、はい、もうパンチ天竜さんがやりました、はい、おいやめろと、ダメだぞ、イエローカードだぞと、したらもう一回やりました、したらもうレッドです、うんうん、って言って天竜さんが退場になっても、皆さんいいですかってこう聞いた際、いいですかって言ったら、いや見たい、天竜の試合もっと見たい、うん、だろう、だからやらせてんですよという
ここのやり取りを割愛しただけだな。だいぶはしょったなという理解もしていただきたいし、まあまあ確かに確かに、そのエンターテインメントやから、だからサーベルで刺さへんやろっていうことですよね。タイガージェットシーンはこっちで行ったことないですもんね。やっぱこっちですもんね。いやいや、なんでサーベルにしたって。こんなやって持ってくるけどこっちが、ね、そっちってなりますもんね。でもそういうことですもんね。だからまあ結局はやっぱモラルというか、うん、あのルールにはないけどもその選手のモラルっていうこともすごくやっぱ出てくるんで、タイガージェットシーンはあんなサーベルを持って威嚇はしてたけども、うん、攻撃するんだったら絵のとこだったよと、うんっていうところで、なんだよそれって、インチキじゃないかじゃなくて、じゃあタイガージェットシーンの品なのよと。あ、品、まあ、確かにその天理さんのグーもそれでも意識不明になったとかじゃないですよね。ないない。ただまあそれで試合が終わったこともあったような気がしないでもないけど、でもまあ基本的にはもうちょっとカッとなって若造この野郎って言って言ってる時の方が多いんでね、はい、でそれに対して、はい、要は そこは何かというと相手の選手が、はいはい、反則ですね、うん、僕の勝ちでいいじゃないですか、反則じゃないですか、ひどいですよこれって、見てくださいこれって、あざになっちゃってって言って抗議をしたら試合が終わるんでしょう多分。あ、なるほどなるほど。でもそれはやっぱり天竜さんとの試合だからねっていうことで意地があるんですよ。あんたのそんなパンチなんかじゃ終わらせませんからねっていう。あ、でそこの意地というのもそこにはなんか入ってくる。なるほど。品とか意地とか。確かにそういう意味ではまあなんか天竜さんの方からリミット外してるのもありますよね。ここまで来るんですね、じゃあ俺も行かしてもらいますよっていう、うん、っていうところもあったりしますもんね。確かに確かに。なるほど。顔面かき回すとか、ね、でもうそうやって血だらけになってもやらせてくれと、うん、普通だったらこれあの普通だったらドクターストップだと、うんうんうん、でもやらせてくれっていうことでそいつのやっぱ意地を見るという。なるほど。だからその人間性が出てくるのがプロレスと考えてほしいんですよ。深いけどどう説明したいんだろうな。それを最初に言ったやつに、なんで俺グーになるんだろう。なんで俺はああなのってた。人間性。いや解決せえへんわもう。それではやっぱ猪木対天竜というビッグマッチでは、はい、猪木さんがいきなり開始早々天竜さんにチョークスリッパをクッて決めて、はい、魔性のスリッパを、はい、失神しちゃったんですよ。ね、でもやっぱりそこで試合は終わらなかったんですやっぱり、うん、それは失神させたらダメなの、はい、やっぱりチョークで、うんうん、だから起き上がるまで待って、はい、でもう一回試合を再開させたというケースもありますから、はいはい、あれで終わるのはやっぱ違うのかな、うんうんうん、それはもう逆にそれが反則ですよね。そこで終わらしちゃうとそのお客さんのことも考えるとダメですもんね。そうそうそう。だからいろいろムタとかそういろいろなところであのそれでスリーパーで勝ったことはありますけど、猪木さんはそれはやっぱりスリーパーホールドで勝ったんですよ、うん、チョークではない、チョークスリーパーではないと信じたいんです。だからそこはだけどもしかしたら猪木さんスッと入れてたかもしれないでもそれだからこそ魔性のスリーパーという言い方をしてるわけで、チョークスリーパーとは言ってないんですよね。そこら辺のやっぱり表現ってうまいですね。あのマラドーナの神の手みたいな。そうそうそう。そういうことですもんね。そういうこと。でもマラドーナの伝説になってるじゃないですか。手、はい、手使ってたかもしれないけど、はいはい、いやそうなんです。だから猪木さんのナックルとかもあれ鉄拳制裁って言ってますけど、制裁されるほどのことはしてるんだから相手が弱いからそれは制裁されるっていうのよく分からへんやろっていう、そのやっぱ言葉がやっぱうまいですね。やっぱそれはラシア木村さんとかタイガージェットシーンが悪いことしてきたから制裁を加えてるだけであって、もう痛いけな若手に急には言ってないだろうっていう、まあ言ってないこともなかったとは思うけどだそれは裏で何かあったのかなと、はい、そう行間を読んでほしいわけよ。この若手にこれ言ってるってことは、なんか制裁され、昨日なんか門限破ったのかなとかなるほど、何かプライベートでやらかしたかこいつ、挨拶しなかったのかなとかいうことで、ちょっとそこをこう読んでほしい。スポーツライクじゃないからこそ人間のドロドロしたものが出てきてんだという。深い。だからただ僕ね思うけど、よくこの中で、はい、あの出てくるイービルの、はい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 、いわゆる最近で言えばそのハウスオブトーチャーっていうグループ組んでるんだけど、結構そのグループが、はい、乱入を繰り返したり反則を繰り返したりとか、はいはい、いうことでなんか試合がなんか消化不良で終わってるのに対してどう思いますみたいな質問よく来てるんですよ、はい、でも僕はそれに対して確かに見に行って、はい、ここで終わんのとかもあるし、うん、うわまた反則だっても思いますよ。でも僕はねもう大歓迎なんですよ。お大歓迎という大歓迎というか、そう、はい、公に言うことじゃないけど、はい、そのストレス、うん、
もう何なんだよっていうこの感情を揺り動かされてることがもうすでにもう入っちゃってるんですよね、プロレスに。あ、もうこれはね、もう本当財産だから、このストレスっていう、もう、もうマジで何だよ今日の、あのバッドエンドで終わるじゃん、はいはい、ケンタが内藤襲ってしらーっとした状況でその日終わったら、なんか何なんだよこれって言って、どうかプロレスファンをやめないでほしいね。これがスカッとする日が来るのよ、この振りが回収されるされるのなんか来るんですよ絶対。このイライラしてるからこそ、そのイービルがどっかでスカーンとやられる時にとか、まあ例えばイービルがこの間もありましたけど、マジで石井さんとすげえいい試合するとか、ああなるほどね、こんなんもできるんやみたいな、うおーみたいな、どうせ反則だろうと思ったらちゃんとするとか、こういうのがね話題になって、昔タイガージェットシンが猪木とやった時に反則1回も使わなかったみたいな、もうすんごい話題になるし、だからそのストレスが溜まったりうーってなってる時ほどもうワクワクした方がいいんですよ、僕はそう思いますね。だからもうあんないいビルざけんなよって思えば思うほど憎んでほしいんですよ、なるほど、した時にどっかの誰かがスカーンと負けさすか、それともイービルが何かそのグループを裏切ってこっちに来たとか、急に全部メイクとか取って坊主になって、なんか岡田といい試合するとか、なんかの時にこううおーみたいになるのよ、はあ、だからその時の感情は持ったまま見続ける、そうだからそのさっき言った人間性って言ったけど、はい、何なんだよっていうことをプロレスの中でいっぱい持ってほしいんだよね、はあ、いやだからそれでよってファンを辞めるんだけはやめてほしいんだけど、なるほど、もう思うのはいいの、なんか何あれみたいな、はいはい、どういうことっていう、そのまさに今日言った疑問、はい、何あれ、これはそのまま飲み屋に持ってって語ると、はい、まあ朝までいきますからいいつまみになるんですよ、なるほどね、どういうことなのこれみたいな、はあ、他のスポーツであんまない、あ、ないですね。ないね。ない、うん。もうそれが終わりだもんね。うん、ああ、やっぱそうか、強かったなみたいな。うん、ああ、だからあれやな、結局失格になったもんね、あいつとか。そう。それで終わりですもんね。でもどういうことっていう、そう、その中身について語らなきゃいけないからね。うん、これも含めてだから。チャンネル登録、高評価お願いします。お前、相方だろ。